コモリカップ始まるよ。皆さんおはようございます。おー、付近の住民の皆さんおはようございます。今日もですね、コモリカップ、皆さんが無事に帰ってくることを期待します。絶対事故だけ起きないようにお願いします。キーパーサイズナスのリミットも試着は3時実は完璧じゃねえバカ野郎数々のお祝いのお言葉、本当にありがとうございます。やっと腕まで切れましたので、もうちょっとだけ生きていきます。このピックアップ難しいんですが、今年も猛暑にならないように頑張りましょう。ということで、ありがとうございます。五十嵐プロ。優勝ですか。神。お、すげえ。山田さんだ。何をやってる。文春の人たちですか。文春です。今日目標何位で。28位。昨日だってすごい小さいの。あ、昨日もやってたんですか。昨日もやってたよ。昨日50グラムぐらいの。いやー、いいなー。山田さんから連絡いただいた時点でも、それではスタートしてください。始まっちゃった、始まっちゃった。じゃあお願いします。おはようございます。釣り子 TV です。1年に1回のお楽しみ、コモリカップがスタートしました。5匹釣んなきゃいけません。1日頑張ります。ヤニコフィッシュ、ヤニコ来ましたよ。おっと、はい、ゲイリーのねシルクワーム、ダウンショットで1匹目。こんな感じ。釣れたのは今日はねレッグワームじゃなくて、これね、シルクワーム、ね、これを底もべったりでも離さないように、離さないように投げて、ようやく当たりが出ましたね。こんな感じのダウンショット、結構木に絡まして、絡んだらギコギコ誘うから、ね、こんな感じのオフセットフックで、なんだろうな、イメージ的には小さなパドルテールで、なんかそこのゴリをついばんでいるバスを狙う感じ。
もうちょっとあのワカサギモリモリみたいな感じだったらレッグワームとかそういう感じなんですけど、例えばまあしばらくレッグワーム投げて中層から底への誘いでの反応がちょっと悪いなぁなんて時はこういうソリッドティップの本当穂先が柔らかい竿でそこをぺったりをじっとり狙う感じ。お疲れ様です。どうなってますか。練習しすぎだね。神山が好きすぎちゃってる、ね。俺は練習あの戸面三島に行きすぎました。変な夢を見てました。うちの親は4本5本ぐらいも。マジですげえじゃん。元釣りとよこうって。始まっちゃうやつ。始まっちゃうやつ。大先生になっちゃうやつ。横で超化け物が。あれ横だったんですよ。やべえ。うわ。あそうバーチンポーズ誰か決めたの。後ろで。お。でかい。あこれ。五番。これカクちゃん。お。カクコモ。4,020。よかったよ。行ったのに。2-3メーターぐらい。でそこでシェイクしてたらコン。これはやべ。いかがわしい YouTube に載っちゃうんですよ。エロ YouTube に。うおーすごい。ありがとうございます。チャンネル登録よろしくね。おめでとうございます。これさ、盗撮していいですか、俺後ろから。盗撮していいでしょ、ありがとう。魚だよね。これでそれだって難しいですよ。ねえ。50? いやこれでかいな、でかい。でかい。ありがとうね。はい、でかいの。うおー。ちょっとだけ。50です。ジャスト。すげえ。50ジャスト。1800でした。でっかいな。3500には負けました。ありがとうございます。悔しいけどしょうがないですね。まあベストウェイトだと思いますよ、今の状況で。そうね、その上がいるってしょうがないです。作戦はうまくお願いします。はい。あれも。あとですね、ナメさん、あとディスタイルさん、ディスタイルさんがワームをいただきました。ナメさんからビールをいただきました。あと岡部さんからいつものお菓子を。あとハブプロからワームはハブプロからね。エンジンさんからビールとハブプロから。とあと五十嵐君からなんか使い古しのしょぼいも。五十嵐プロのあの限定カラー、イベントカラー、イベント限定カラーのイガジグスピンとなんだっけスピナーベイトがこの辺に埋もれてます。はい。あと梅原さんありがとうございます。はい。あと宮下さんありがとうございます。あの光るリールをいただいております。あの一部夜の飲み会の方にまさしていただきましたが、ここにある商品ご協賛いただきました。はい。あとそう、北山プロから今年も来れないからってことで肉を2つ、700g が2つです。こういったものがありますので。焼いてましたね。お疲れ様でした。それ紹介させてくださいよ。ミスターじゃないよ。ミスターからご挨拶を。いやいや、お疲れ様でした。もっと釣れないだろうと思ったらなんかすげえみんな釣ってきてて上手だなと思いました。
僕も1匹釣ったんですけども勝負にならないんで速攻リリースしましたけど今日はちょっと上流の方、オリクサの上流の方をサイトしに行って、まだプールとかあの辺にも魚がいて、でも水温11度で、プレッシャーも高くて、で今日雨だったらあっちでもなと思ったんですけど、まあ、でもとりあえず見に行きたかったんで行ってきました。非常に難しい魚なんで、あれを釣る方法を教えてください。以上ですありがとうございました。まあ、五十嵐プロから久々に会ったんで、なんか一言あったら。あ、皆様お疲れ様でした。お疲れ様です。まあ、去年もちょっとお話しさせていただいたんですけど、トップ50を休んでお休みさせていただいて早1年、忘れちゃったよそんな感じ。いよいよ来年ですね、我が社の我が社の、第1弾のあのスティックベイト最初にやろうと思うんですけども、発売予定なので、あの皆様ぜひよろしくお願いします。はい、発売予定でよろしく言われてもね、はい、あれいっぱい持ってきてくれると思うんで、あ、評価してあげてください。はい、で会社名、会社名は下が回らないかも。フォロー僕らもフォロワーっていう名が立ち上げましょう。そうだな、はい、じゃあ助けてください支えてください。なので、ね、フォローね、はい、名前ですね。はい、ありがとうございます。見やすくしてあ、もうですね、はい、この名前はですね、でも皆様に、今まで僕はすごい支えられて、来た、その恩をこれから皆さんに返していきたい。現金で返してほしい、はい、金という思いを込めて、その名前にさせていただきました。そんな感じで、皆さんこれからよろしくお願いします。コモリカップ2018、優勝中村優希さん、ウェイトは4470g。 はい、中村さんはビッグフィッシュも獲得になります。いいね、いいよ、それだけ言えれば。中村さん、あ、ありがとうございます。かなりちっちゃいカップですけど、ありがとうございます。じゃーん、第5位、平野さん、はい、平野さん、はい、平野さん、平野さん、平野スキッチ高一さんか。今日はどちらから来られたんですか。近くの。今日はどんな釣りを。今日はもうあのディープで。ディープで。デクワームで。デクワームで。ゆっくりと。だから2100なんですね。はい、褒めてるんですか。だけど5位ですからね。おめでとうございます。何か言いたいことありますか。勝ってこいやとかない。いやいや、そうないですか。よかったです。はい、ありがとうございました。おめでとうございます、はい、ありがとうございます。森田さん、はい、愛人ですか。ご夫妻、はい、ご夫妻、あ、よく夫婦で、ご夫婦で釣りは、はい、一緒に来て、あ、いいですね、仲良くて羨ましいな。今日は何本。5匹、80g 勝ちましたね、平野さんに。よかったですね。今日は何匹何匹ですか。4、3プラスギル。4、3プラスギル、まあ4匹4匹ということで素晴らしいですね。8匹の1戦で8匹ですか、いいじゃないですか。ねえ、今日はどんな釣りを。今日はまあダウンショット。ダウンショットで、まあ、結果釣れたのは全部ダウンショット。ダウンショットでもシャローから、ディープまで、あ、いろいろやってって、やって、まあ、結果入れ替えして。あ、そうなんですね。どの水深がいいとか何かありましたか。6メーターぐらいのが、うん、まあ、一番なんかカバーとかちっちゃかったんで、はい、でも6メーターぐらいのが、まあ、それでも500ぐらい。500ぐらい、6メーターがちょっと他よりいいぞと、そんな感じいう感じで。あ、ルアーは今日は、レッグアームレッグアームなんですね。
なんかデックアーム以外ないんすかね。まあ先週なんか前はスピナベとか詰めてたんですけど、なんか今日全然ダメでした。あ、まあ天気なんでしょうかね、風もなかったし。デックワーム以外を聞くと変なワームが出てきちゃうからやめましょう。そんなことないと思う、絶対出てこねえと思う。おめでとうございます。第3位、峰村さん、はい、峰村さん、ね、はい、ゆうきさん、はい、2200、あ、3本じゃないですか、3本で2200。はい、これはどんなサイズが入ったんですか。1200と800と。1200と800、あと200です。これは違う釣りですね、きっと。期待しましょう。どんな釣りですか。で、上流のサイトですね。上流サイト井の川行って、うん、800サイコロラバーですって。ああ、はいはいはい、あれ釣れるんだよね、まあ、あのさ、わけわかんない高いやつ。そうそうそう、うん、で、最後プールに行って、はい、で、多分、河辺さんがいらっしゃった時に、うん、壁際で一本なんかやってたよね、はい、あれ取れたんだ。取れました。なんか巻かれてバラしたのかなと思ったんだけど。それが1200です。あ、あれが1200だった、はい、あ、それもやっぱサイコロ。サイコロです。あー、で、あとは G3 ワンドに帰ってきて、はい、で、クワムのショットで200、うん、200は入った、はい、なるほどね。あそこ3、あと3匹ぐらいいたね。そうですね、プールに。あと手前の方にも3匹いて、はい、口使わねえんだもん、そんなルアー持ってきてねえしみたいな。そうですね、うん、なんか遅刻したら食うかなと思ってやっぱ食わなかったね。そうなんですね。 あいつら釣るコツあるんですか。毎週上流に行くことだと思います。そんな暇じゃないんで。諦めます。おめでとうございます。さあ、門田さん、小森さん、二人で。タクタス。マルタじゃないだけいいじゃないか。マルタじゃない。マルタじゃない。マルタじゃない。ミスターと呼ぶぞ。ミスター。ミスターはもうカブさん確定ですか。50センチ1845。カドタさん、カクタさん、カクタさん釣ったんでしょ。すごいじゃないですか。ありがとうございます。これは何で釣ったんでしょう。シャットで。シャットで。何シャット？ザッカ。ザッカ。のフローティングのフローティング。どんなラインにライン3ポンド3ポンド、プロの3ポンドそのまんまで、はい、あ、 3だったらなんとかなるか。なるほどね、はい、意外に飛ばないんだハンクルね。飛ばないですね。そうなんです、はい。いやでもいいじゃないですか。他は何か釣られたんですか。レッグワームのライトキャロでキロぐらい。おー、すごいですね、はい。でも小森何もしてないじゃん。いやいや、僕も釣りましたよ。僕はリトレーターのネコリグで、はい、多分数は結構釣りましたね。そうなんだね、はい、7、8本7、8本釣りましたね。でもちっちゃいんだね。いや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 、400ベースぐらいで揃えました。そうなの、はい、400ぐらいね。でこっち1845と1キロだからね。それがいたからこそ400。どうせ2万だよ。どうせ2万。何か言いたいことは。いや、ないっす。ないっすか。目標サインだったからいいんですよね。目標、そうですね。目標サインだったんだ。グラちゃん取れてよかった。あ、なるほどね、はい、はあ、おめでとうございます。ありがとうございます。さあ、優勝の長村さんの釣りがすごいな。58センチの3400っていうのが混じってるんですけど。はい、事故りました。すごいよね、4匹で。他はだから1070、そうです、ね、300平均ぐらい、そうですね、3400、はい、あ、この3400は何で。スモラバです、ね、スモラバ、はい、どこで。笹川の中流域、ね、笹川、うん、中流、あそこは 2,3 メートルぐらいの浅いところで、はい、で、昨日ですね、はい、小森さんからあるアドバイスをいただいて、はい、まあ、でかいのは、まあ、3メーター以内だよねと、うんうん、多分そこにいると、はい、いうことで、まあ、それをやりきった感じです。2、3メーターぐらいの何を狙ったの。まあ、知らなかったんですけど、なんか沈んでる何かがあってですね。沈んでる何か。なんだろう。なんかこう引っかかって、でシェイクしてたらコンって入ったんで。うちのじいちゃんじゃないよな。き潜水譜とか。潜水譜。木が沈んでるんですかね。何か崩落かなんかわかんないんですけど、はい、笹があんまり行かないんで最近、はいはい、バンクっぽいとこですか。それとも垂直なところ、ね、いや、間ぐらいですかね。間ぐらいで、岸際に投げ、バンク沿いに投げて、はい、で、岸と平行に、まあ、シェイクしながらやっていくと、まあ引っかかったんで、はいはい、で、まあ、シェイクしたらコンってなんかギルバイトみたいな当たりがあったんで、合わせたらこいつよく取れましたね。これ何ポンドやった。3ポンドなんですよ。3ポンドで3ポンドで、はあ、で、巻かれたんですよ。その
引っかかってる何かでギリギリながら行ったんですけど、まあなんとかついた。あ、なんかいいことしたんですかね最近ね。いや、今日実はプールに行こうと思ったんですよ。あ、こっちのね、はい、峰村君と、はい、昨日プラ入ったら結構、まあ、魚いたんで、行こうかなと思ったんですけど、昨日の夜に風邪ひいちゃってですね、熱があるんですけど、はい、ちょっとサイトやりきれないだろうなと思ったんで、レッグアームとあとスモラバでやろうということで、さすがにそっち行って、まあ、風邪ひいてよかったです。よかったですね。じゃあ次回もぜひ風邪ひいて出ていただいて。スモラバは何のスモラバだったんですか？ディスタイルの。ディスタイルの。ディジグ。はいはいはい。よく扱いますね。しかも 1.3g 1.3g です。ガード弱いじゃん。そう、俺あんまり好きじゃないんだよ。藤木の方が強くていいなと思ってますけど、ただあれなんだよね、それ言うと大輔が怒って、はい、スタイルが違うんですよとか言って要するに、はい、僕なんかは柔らかい竿を使っちゃうから、わかんないんだよね、引っかけちゃうんだよ、柔らかいガードだと硬い竿であいつらは、だからそうすると1ミリ5とか、はい、そういう感覚がダイレクトに来るから、あ、これ以上やったら引っかかるなっていうのが分かるらしいんだけど、うん、俺にはできない。勉強。トレーラーは何でやった？トレーラーはレッグアーム。あ、レッグアームつけてた。マジ、はい、まあそういうことにしとこうか。おめでとうございます。ビッグ衣装は6番目に待ってます。はい、あるノミジョカップだった27番目。じゃあ、2位でいいの？ 2 位でいいよ。そうだね。今日は、これ以外の2位でしかいい。じゃあ、3位の、宮さん。次、選んでください。はい。なんかすごい残念な位置。じゃあ、2人、いくつ選んでもらっていいですか？1番目。え？もう表彰台に戻らなくていいですよ。あ、いいの？いいの？もう持ってかねえのか。それでは、じゃんけん大会の方を始めたいと思います。これ仙道君から、セディションのロットですね。定価っていうか6万ぐらいするんでしょう。7万ぐらいするのか。ホワイトファルコン7なので、フルグラスの、7フィートの、ベイトロットになります。でクランキングがもちろんメインなんですけど、もともとあったホワイトステネーク7っていうのを仙道高橋さん、忍者さんの方がプロデュースしたやつがあるんですけど、それをさらに本当は兄貴が心の中でこうしたかったけど忍者さんが言うからこうしなかったってところを全部つぎ込んだのがこのホワイトファルコン7になります。欲しいと。何じゃじゃあじゃんけんがいい、それともなんか違う方法ありますか？しりとり。しりとり。そぎれたところがもらえる。長いって無理です。じゃんけんします。じゃあ手を挙げてください。じゃあ皆さん横向いたところよく見ててくださいね。アイコンはダメですよ。勝った人だけ残ってくださいね。いきますよ。不正したら一生いいことがないですよね。ない。はい。間違いないです。ミスターが言うから間違いない。3人死んだから。3人も亡くなられたそうです。聞かないでください。いきます。最初枠、じゃんけん、ほい。よし、グーの方、じゃんけん、ほい。パーの方、1、2、3、3人います。あ、じゃあね、パーの方3人、じゃあちょっと立ってください。あ、2人でやってください。いいの？いいの？2人になっちゃいました。2人でじゃんけんして、もし3回アイコが出たらやり直します。で、外れた方はルアーが、どこ行っちゃった？さっきのルアー、ルアーを3つ持ってってもらって大丈夫です。はい、じゃあどうぞ。最初はグー、じゃんけんぽい。1回目。はい、そいつが行っていたらやり直します。おー、アイコン、あれ、仲がよろしいよ。最初はグー、じゃんけんぽい。すっごく仲がいいと思いますよ、大丈夫。10回連続同じ人出してるってことですからね。すごいよね。すごいです。じゃあ、はい、欲しいの。あ、大丈夫、参加する権利はありますからね。もう疲れた。
行きます、チョキから行きます。最初はグー、じゃんけんおい。グーの方。お、誰もいらなく、僕信用度が上がってきたからもう何ですか、分かんないですよ。最初はグー、じゃんけんおい。グーの方。最初はグー、じゃんけんポン。おー、刺激でした。おめでとうございます。じゃあ最後の1本です。これは僕のファンタジスタスティリウスの 60XULS2 っていう、初期のモデルの 60ULS っていうのがあるんですけども、それの、今3機目の 60ULS3 っていうのが出てるんですけど、3ってちょっと固めに作ってあるんですよね。でこれも 60XULS っていうさ、ちょっと固めに作ってあるんで、多分レッグアームのダウンショットは今こっちの方がやりやすいかなと思います。で今日僕リトレーターのネコリグで釣ったんですけども、ウエイトが 0.9g っていう 0.8g っていう進化を入れてやってたんですけども、そういったのもボトムから跳ねさせないように丁寧にシェイクができるし、まあ、ちょっと4ポンドとかの太い糸でもパワーゲームもできるっていうバットパワーもあるっていうロッドです。いらない人いない、よかったいやいや、いらないですよねじゃあ欲しい糸じゃあ同じルールでじゃんけん大会していきます。いきます、最初はグー、じゃんけんほい。最初はグー、じゃんけんほい。おめでとうございます。見えたんだけどな、それでは皆さん、商品の方は以上になります。で今年もこもりカップご参加くださいましてありがとうございました。まあ、毎年ちょっと不手際のところもありますが、今年は最初にちょっと準オープンってことを、オープンじゃありませんよってことをブログの方で告知させてもらったんですが、まあ理由はですね、全くわけわかんない人が来てよくわかんなくて商品だけ持ってっちゃうのは皆さんも嫌だと思いますんで、ただ顔見知りであって今年出るよって声かけてもらったら全然参加も可能ですし、知ってる人がいて俺の友達だから出ていいっていうのも全然可能なんで、まあ和気あいあいと楽しくやっていきたいなと思っております。トキタボートさん、はい、今回もいろいろご協力くださいましてありがとうございました。いえいえ、うん、皆さん拍手を。じゃあ一言ありましたらお願いします。今年で、14回目、まあ、覚えてないですね。14回目になると思いますコモリカップなんですけど、はい、まあトキタボートは、本当に、コモリプロと、共に、歩んできてる、ボートになります。おお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 おまあ皆さんねご存知だと思いますけど、まあ先日ね、バサオールスタークラシックで2度目の優勝という、小森プロね栄冠に輝きまして、まあこれからまだまだ、そういったね記録を、期待しつつ、まあぜひね亀山、ダム、トキトボートをね、これからも、よろしくお願いしたいなと、思います。ありがとうございます。はい、青木じゃなくて小森よろしくお願いします、それとですね、12月の、16日に、また、今年もですね、トーナメントの、上位の人のみの、参加権利のある方だけの、時田、グラちゃん、行いますので、まあ、今回ですね、小森プロも権利ゲットということで挑戦するとさっき言ってもらいました、ね、青木大輔さんが来られるそのぜひ参加してガチンコ勝負をぜひ、お願いしつつ、はい、またまだ権利持ってて予約まだされてない方、もし日程が合いましたら、ボトの予約の方、よろしくお願いします。以上です。ありがとうございました。時田さんありがとうございました。また早くから本当にいろいろこの大会のためにやってくださいまして本当にありがとうございます。私本当に迷惑かけっぱなしなので、皆さんもっとプラに来ていっぱいいっぱいボトを借りてください以上になります。では集合写真の方を撮りたいと思うんですが、暗くて映らないので下に皆さん来てください。多分何回もこの先勝つんで、お祝いは本当にもうちょっと気持ちだけで大丈夫ですからね。いやもちろんみんなそうだよ。10回目で勝ったら盛大にやりましょう。じゃあ皆さん本日もコモリカップをお集まりくださいましてありがとうございます。カメさん還暦おめでとうございます。田中さんとっくり関連がおめでとうございましたでは乾杯しましょう。開きます。
回していきますんで皆さん飲んでください、ね、KTA 宇宙の LDA 違い、おお、この6号 M ってビヘビアクロト1号機こんな回ったこんなリールもらっちゃったら、カメさんのリールのジャンケンと権利を失いますよ。これ強制参加ですね。本当にこんなリールもらっちゃったら、KT 部のジャンケン大会参加できないですからね。いや、これ負けた人にすればいいですか。これじゃ負けない人。負けた人なんてね、男気ですよ。失礼します、ジャンケン、ほい。この開きチューニングはこれはありがたいです。開いてからね、ここで元に戻ってくるんで、またこう自分でこう開くと下から出ますよ、ここの上バカか裏切ったら燃えるでしょ。いきますよ。なんならいや振るんじゃねえよお前。バカか、燃えるライト何
考えてんじゃねえよ。おめでとうございます。おめでとうございます。あれ、うちら上で見て10周年なんで小森の後ろで14周年って10周年って言ったんだ。俺アメーバ見てたけどさ、ていうのはね、これ来年15周年になりますからね、小森カップ。これ以上のものを皆さんお願いしますよ。大丈夫、これになんか水かけてくればいいです。わかりました。開けちゃったからさ、開けちゃったからこれ以上のものを持ってきなさいよ。期待を裏切る、期待を裏切らない。裏切るためにあるってお前の家計らしいよ。それは五十嵐誠君と